前回のあらすじ、チャリの旅を終え、愛媛ビンゴの旅に来た一行、悪ふざけをしながらも順調にビンゴに近づいていく劇団スカッシュ。今日中にビンゴできちゃうんじゃないか。この時僕らはそんな儚い夢を見ていたんだ。はい、それではですね、はい、続きまして博多の塩アイス、はい、食べに出発したいと思います。ゴーゴー。博多の塩アイスドルチェ松山に到着です。到着です。博多の塩アイスクリーム全国ご当地アイス博覧会人気投票ナンバーワン。いや迷っちゃう、いろんな味あるじゃん。迷ってください。美味しそう、見て。ユーチューバーなんですか？ユーチューバーです。そうです。本当ですか？本当にユーチューバーです。嬉しい。まずチョコチップ。はい。この店の名物はまずお姉さんのテンションだね。そうだね、うん。世界中に見られるんですか。あ、でも可能性はあるかもしれないですね。お塩めっちゃうまい。これはそんな美味しくないでしょ。こっちの美味しいですよ。嘘。あ、お塩の方ね、うん、塩のコップは作り終わり。うまっ。マジで言っちゃうやつ。うわって美味しそう。なんかミルク感が増してんすよ。なんかキャラメルみたい。塩キャラメルみたいな。そういうこと？ありがとうございます。あ、うまい。本当にキャラメルっぽいでしょ。うん、これで300円。あ、安い安いね。ここあれですか、あの別にそんな何も罰もなく。はい、丸するってことはこれやるって。おまけよ。うん、ドゥン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 。おかしいおかしい。君たち君たちは本当にすごいね。いいよ、じゃあちょっとやり方変えよう。飽きてきたってことでしょ、この制度に。そう。いや、なんかだってさ、玉をさ、もう知ってんのかもしんないもん。分かった、じゃあ一人ずつ引いていこう。オレンジが出た時点でドボンね。誰引き最初引く。うん、いくよ。一番がいいのね。一番がいい。はい。900円。なんて、なんて、なんて不正っぽいことやんないで。雰囲気で。おいおい、それ金の玉だよお前。イエーイ。はい、900円。はい、ケンちゃん900円でお願いします。はい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 、はいはいはい、なんでなんで。ちょっとおかしくない今のルール。な、絶対おかしいんだけどな。いや、じゃあケンちゃんも引いていいよ。ちゃんとちゃんと2個あるから。はいはい、はいよ。いいよ。はい、出してこれ。はいよ。いいよ、こっち見て。これほら。はい、じゃあ1000円まず。これは返さない、まず。違う、それは返さないぞ、まず。それは今の俺、お前らが300円入らない限りこれ返さないからな。じゃあ250円でいい。いいよ、250円。ああ、じゃあ250円。よし。ああ、そう、これは多分。よしよし、じゃあこの1000円。これで100円。うん、バカ。よかった。でもあの味はもう味わえないんだからな。どういうこと、どういうこと。いや、だから味も味わえないし、お金ももらえなかったの。最悪だったんだよ、今まで。いくよ、うん、博多の塩アイス、せーやれいいね、いいね、いいね。今からじゃあ、雑巾掛けの方に向かうんですけど、はい、調べでは、うん、まあ、営業時間内であれば、うん、大丈夫なはずだ。できるようにしますよっていうふうに、言ってくださってはいたんです。はい。さあ、こちらは松山インター。雨が降っております。降ってんね、天気雨。予報は晴れなんですよ。今から行くところをね、なんで雑巾がけねえっていうのがあるかというのも、うん、どうにもものすごい長い廊下があるんですよ。お金払って雑巾がけやんの。レースだから、本当に大会があるの。1位には何が出るの。1位にじゃないよ、あるの。ビリーだよ。え、俺だってあの小学校の時に雑巾がけものすごい遅くて、うん、なんで遅いのかってみんなで話し合った結果、うん、お前体が硬いからだっつって、みんなでその会議したぐらいなんだから。なんかかわいそうなやつの話やめようや。ここです。あ、もう見えてる、これ。ほら、もう見えてる。ここ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 れこれここここ。ありがとうございます。さあ、目的のところに着きました。ちょっとね、雨よけの帽子を今してました。もう見えました。あれか。あれです。なんか。失礼します。はい。ウォーキングレース。
ありがとうございます。ありがとうございます。米博物館なんですかね。失礼します。公式認定バッチコースっていう、いやすでに筋肉痛なんだからさ。あ、そうか、これによってランクが決まっちゃうってことか。こちらの方に、はい、シューズがございます。それから膝当てがあります。膝当てをして、こちらの農家がですね、109m ございます。はい、109m、 渋谷の09と一緒ですので、うん、109、はい、ちょっと待って、俺のさ、俺の体の硬さ見て、これですごいいじめられたんだから、ここまでしか足来ないのよ。どう、硬いでしょ。ほら、そうかな。じゃあ、ゆうやってみて。ああ、まあ確かに硬そう。よーい、さあ、行きました。さあ、行きました。早くも大塚達也転んだ。さあ、大丈夫か、大丈夫か。大塚ゆうやは速い。大塚達也全然遅い。さあ、ゆうやの方はもう速い、速い。さあ、入り口にどんどん近づいていって、ゴールが間もなくのよ。早く行け、こら。まだ半分、50だよ、50過ぎた、まだ。ちょっと頑張って。いいね、どんどん上がる。お疲れ様でした。昔の思い出を思い出しました。めちゃくちゃ疲れる、ね、めっちゃ長い、思ってた以上に。じゃあ大塚優也さんからいきます。はい、大塚優也との記録27秒48、素晴らしい記録です。お、ありがとうございます。はい、ブロンズメダルです。ブロンズメダルです。認定賞、前川健二との記録31秒53、以下同分であります。はい、残念ながら1秒53足りなかったので紫のバッチになります。紫、ありがとうございます。認定賞、大塚達也との記録2分03秒、以下同分であります。はい、ありがとうございます。よく頑張っていただきました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。はい、お疲れ様でした。はい、ということで日本一長い雑巾掛けレース、はい、終了です。ありがとうございました。本来であれば、はい、ビリッキスだった人に、はい、もう一回やってもらう、もしくはお支払い、全額お支払いっていうのを、ね、はい、お願いしようと思ってたんですけど、ケンさんどうです、ちょっとビリだった人の人見てもらっていいですか。落ち込んでるね。こんな悲壮感漂う人になんかお金払わしたり、うん、もう一回やらせても、体が硬いからダメだったんでしょ。多分俺みたいな人って何人かいるのよ。その人たちがこの動画見て、うん、達也さんがいてよかったですと、うん、私やっていけます、うん、ギャグ抜きの2人だと、もしかしたらあいつ冗談でやってるのかなと思ったかもしれないけど、いや、思ってない。あ、分かった。なんかその笑える感じだな。そう。いいよ、お金払うよ俺が。どうする。いや、やめさせよう。あなたには罰ゲームやらせない。やらせないっていう罰ゲーム。なんでだよ、見てる人面白くないだろこれだと。日本一長い雑巾掛けレース4番クリア。やったー。俺は楽しかった。俺めちゃくちゃ楽しかった。ここの校舎っていうか、うん、場所の雰囲気もすごく良かったし、うん、いやでも結構も飽きましたね、思いのか、はい、次は私ですね。だからこれ6番をもしこれで引けたら、ビンゴ、本日中のビンゴありえますよ。ほんと目の神様とかがいいんじゃないかなと思って。あ、なるほど、ね、じゃあいきます。はい、見てない、ちゃんと見てない。見てないね。ねね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 いきます。はい、ゴーゴーゴー、これだ。どれだ。3番。3番、あ、川魚釣り対決。あー、皆さんやったんじゃないこれ、マジで。営業時間、あれこれやったんじゃないこれ。営業時間見る。明日まで多分何もできないよ、多分。営業時間見る。
明日までもう何もできない。営業時間見る。じゃあさ、電車探しに行こう。みかん電車。絶対そうだ。いやだから今ですね、ちょっと川魚釣りにやりたいんですけども、これ営業時間外なんで、もう今行ってもどうしようもないので。これは保留だじゃん。まだ塩パンとジャコと鯛めし全部もうやろうよ。まあ、できるだけ今日やって明日に備えるって感じですね。はい。ジャコ天が食べられるお店が近くにあるっていうちょっと情報をゲットしたので、はい、あのそれをまず食べに行こうかなと。どんぶり館ですね。ここにどんぶり館ジャコ天があるある。はい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 。もうこれ時間だ多分。ちょっとえ、いや定休日って書いてない？定休日ってかやっぱ書いてますね、書いてますね。バツー。ナンパしてる。あ、なんかお店の人っぽい人に話しかけてますね。うん、ね、なんか弾んでる会話もちょっと。じゃこ天ありますかって聞いたの、うん、そしたらいやもうじゃこ天ってすぐ売り切れるんですよって。5時に来れなかったらもう必ずどこでも買えません。パンメゾンは6時半まで。どうする？今日閉店ちょっとギリギリになっちゃいそうになんですけど、まだ塩パンって今日売ってますか？よし、いいよ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 。塩パンって俺食ったことないかも。見た目はめっちゃシンプルな普通のパンだよね。そうそうそう、そうなんだ。でも風味が塩辛いんだけど、それがたまらなく美味しいのよ。お前うぜえな。お前キモいな、なんかお前。俺最近いろんなお店の塩パン食べてんだ。マンモスがいる、マンモスがいる、マンモスがいる。マンモスがいる。なんか畑の真ん中にマンモスがいた。わかんない、わかんない、わかんない、わかんない。パンメゾン着きました、皆さん。嬉しい。パンメゾンさんに到着です。なんかもうさ、お店の面構えが美味しそう。お店の面構えが美味しそう。うまそうだね。めちゃくちゃうまそう。早いよ。あれあれ。T え T え早い。食パン絶対うまい。自分の買ってこう。あの食パンを持たないかと思うんですけど。塩パンを、テラスで食べれるということで。いただきまーす。私は塩パンもいただいてみますね。はい、はい、塩パンです。見た目はすごいシンプルでね。うん、どうね、見てソーセージ入れれる空洞そこ。うまい。手で触った感じではなんかバターロールっぽい。うまい。いただきます。これこれこれ、うまいわ。パンが甘ったんじんねん塩だよ。みんなのもソーセージ入りそうだった、うん、バターすごいだ。うまい、うん、バターすごい。少しクロワッサンっぽい感じがある。そうね、うん、はい、ということで、はい、2人はお土産まで買っちゃったもんね。うん、夜食と用に、はい、めっちゃ美味しかったです。塩パンパンメゾンマルーン。キャ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 、嬉しい。石手地、石手地、うん、ここは一応何時でも大丈夫って言われてる。あ、そうなんです、うん、こちらの鯛めしの方は夜に立てさせていただけるっていうふうにもともとなってて、うん、そこになんかじゃこ天あるって噂がある。ほう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 。ギリギリまでこのみかん電車、うん、探したほうがいい。石手地みかん電車鯛めし、ね、石手地みかん電車鯛めし。さあ、ではパンメゾンを後にして、はい、石手地に向かうわけですね。それはそうと、バイトリーダーさん、何でしょう、さっきのマスでは、はい、オレンジ玉は別にやらなかったですけど、いいんですよね。いや、今からですよ。え、運転してるのに。でも忘れちゃったからいいってことですよね。忘れてたからもういいじゃん。いや、やりましょう。いいってことね。いいね。サンキューサンキュー。いや、あれ、やりましょう。意志が強いな。オレンジ玉がゴチです。ちゃんと入ってるサンド。はい、はい、見ないでください。サンドさんからいいですよ、じゃあ、はい、はい、どうぞお願いします。お、白。あ、でも俺じゃあ次やらしてよ。いいよいいよ。じゃあこっち見るよ。はい、どうぞどうぞどうぞ。これ白。あよし。いやー、おけんちゃんの気持ちこれか。いくらだったの？いいか、払って文句言わずに。いい、まあ、そうだね。まずは、じゃあせめて俺引かしてよ、もう一回。なんだ、カットかこのくだりは。わかんない、わかんない。なんか笑いにもならず、金を払うっていうのは納得いかないな。笑えたよ。笑えた、笑えた。笑ってなかっただろ。お前ら笑ってなかっただろ。いいから、まずお金払え。え、飲み物ダメ？
でもさ、ゆうやさんが財布から出してたから、まあ、あのそのままのままだよ。だからなんだよ、そのなんかその嫌だよみたいなくだりもなく、なだってゆうやさんが財布から出してたじゃん。パン6個買って、うん、854円。安っ。なんで800円であんなくだりで言ったの。お前はお前225円でくだりで言ってただろよ。いやごめん、ゆうやさん、225円はうちらが勝手に食ったやつだから、そりゃグダグダ言うんだよ。あ、そりゃそうか、そうか。さあ、パン屋を後にして、はい、1時間半40分ぐらいですか。1時間40分ぐらい経ちましたけれども、あと2分で西手寺に。あ、なんだなんだ、あそこは、あそこはなんだ。え、仏像がいっぱいあります。あれあれってない、今見たやつ。ねえ、怖いんだけど、あれ何あれ。あれ赤くなった。うん、色変わってんだよ。あれ見えます。あ、今青に変わった。俺思うんだけど、はい、ここ行っちゃいけないとこなんじゃないの。いや、あんなに色の変わる仏像俺は見たことないです。俺もで、あの照らし方、はい、そしてあの量、はい、アウトだ。怖いな。うん、アウト。ここはやめよう。ここはなんか開けとこう。ここはいい。ちょっと言ってくるわ。夜は勇気出して。夜はやっぱ来るべきじゃないとこだったのかもしれない、うん、ちょっと俺勇気出してゆうやに言ってきて。お願いします。え、ゆうや、ここはやめないか。早ない。どうもあんなに仏像が光っているところなんて見たことないから。ここやめ。行くのねえじゃん。いいの、いいのね、言って。いやだから本当にもっと近づいてみて、うん、その神聖な方としても肌に合わない、はい、いうことであれば、はい、うん、その人は待機でいい、はい、分かった、じゃあ行ってみよう。とにかく今のところ僕は、うん、肌に合ってる。いや、合ってるか合ってないかがまだこの時点ではちょっと分からないな。見てください、メシアの字が逆です。これは何か良くないことを暗示してる。いや、縛ってるだけだ。いや、ヤシメ。ヤシメってね、はい、8つの目を持つ鹿のこと。ヤシメ鹿。さあ、門がありまして、ここを入っていこうと。まあでもお寺だからね。ちょっと、あの夜来るべきじゃなかったよね。雰囲気ありすぎる。怖い。俺今行こうと思ってるところ入れてもちょっと入れないかも。バイトリーダーは言った。俺は入れても入れないかも。どういう意味なんだ。我々の不安をかきたてるバイトリーダー。あ、ちょっと待って、すごくない。おお、立派。マジ。ちょっとね、ごめんなさい、カメラだとね、ちょっとちゃんと捉えられてるかどうか。いい。いや大丈夫だけど、あうんの。え、あ、大きいわらじだ。これってさ、突如として現れた大きいわらじ。今入っていくことでお寺ってのは失礼なことじゃないんです。大丈夫です。まあ、24時間やってるお寺さんですから。失礼します。こちらにもわらじに大量の一円玉が突き刺してある。カメラには映らないが、暗闇にそびえ立つ30の塔。地下に入っていけるところがある。地下に。マジ。そう、あそこに誰かいるから聞いてみよう。じゃあどこにいるの。あそこにほら、石畳の上に誰か立ってるから聞いてみよう。聞いてみよう。すいません。石になってる。勇気振り絞っていったんだよ、まあ、ありがとう、ありがとう。地下に入れる場所があるんだって。あ、そういうのあれじゃない、やっぱ風を、皆さん指でさ、風をちょっと感じて。風、地下に降りてく、やっぱ風を感じられるはずなんだ、うん、どっちどっち どっちどう感じた。こっちからこっち。違う、もうさ、ふざけんなって。結構でもあれな、すごく大きいお寺さんだ。これは指を刺してる。え、友達みたいだ。お寺だから。でもマントラなんとかって書いてある。なんかこの怖いわ。あ、パワースポット。あ、閉まってる。鉄格子だ。
決まっとる。マントラ仏の生命の流れ案内。ここにね、本当入っていけて、洞窟を入っていけて結構長くて、ここがね、こうこっから入ってって、うん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 、こう出てって、うん、違う出口から出れるようになってるんです。なるほど。僕はなんとなく見た感じでは、うん、見ては見たいですけど、うん、はい、これ、ここ、まあ、ここに来れたんで、うん、この松目は OK としようかなと。え、あ、すっごい寒い。涼しい。そうね、風がみんな感じる、うん、みんな感じる、この涼しい、この涼、うわ、涼しい、めっちゃ来る。あ、待って、ん、何、俺の携帯が鳴ってる。お前の携帯がびっくりしたよ。ちょっと待って、どれ、そこはチンコチンコならないよそれ。ドピューしビクン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 動いてるのかな。コーディネーター兼バイトリーダーが、はい、OK にしますかって言ってくれたから、うん、明日余裕があったらここで見に来るよ、うん、びっくりした。あ、違う、いや、びっくりした、今すごく振り返ってくるから怖かったっていうことでいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。はあ、びっくりした、すごい振り向かれ。失礼なことはしたくないから、うん、単純に相手の縁の入るなってことだと思うんで、うん、じゃとりあえず戻ろう。うわ、びっくりした。ひとまずクリアということで、ありがとうございます。ありがとうございます。ではみかん電車探しに行きましょう。そうそうですね。みかん電車探すのはどこに探しに行く予定ですか。道後温泉駅。道後温泉駅。結構観光地になったんで、はい、一回行ってみて、まあ、張り込みですね。張り込みと、あとともに聞き込み。聞き込み、まさに。なるほど。例えば駅員さんが教えてくれるのかわかんないけど、はい、ヒントでももらえないかな。駅員さんに聞いたらさ、やっぱ教えてくれるよ絶対。石手寺、はい、なんか入ってみたかった洞窟の中は閉まってたんで入れなかったんですけども、はい、そうですね、不思議な体験をできましたので丸させていただこうかなと思います。石手寺自体は行けたので、はい、まるということで、今日はこの後、はい、できることといえばもうみかん電車を探すこと。さあ、石手寺を後にして我々は道後温泉駅に向かっております。もう着いた、これだ、これだ。路面電車伊予鉄が、そこに駐車場があった。あれは違うか、あれは違うか、あれ違うか、あれ違うか、あれ違うか、違う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 か。2人はじゃあ一回、うん、あの降りてきて、ちょっと調査して きてる間に私車置いてきますわ。わかりました。では我々が、我々調査員の2人が必ず少しでもいいから情報を集めてきてる。みかん電車の情報をガッとして帰って、ガッとして帰ってきます。ガッとして帰ってきます。なんか必ず我々が、我々が必ず、必ず情報入ってきたんですよ。あれ、今日もどこ、バスか、来た来た。違います違います、みかんじゃなかったです。悔しいです。お母さんに聞いてみる。お母さん聞いてみるか。すいません、みかん電車って見たことあります？たまに来る。たまにここで待ってれば来るわけじゃないですか。わかんないですよね。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。あそこの事務所で聞いたらわかるかも。あ、本当ですか。事務所で聞いたらわかるかわからんか。そうですよね。有力な情報、あ、これはピット君電車だ。すいません、あ、出てきてくれる。すいません、今日1日、はい、みかん電車を探して回ってるんですけど、はい、見れる可能性がそんなないですよ。51号なんで、ちょっと待ってくださいね。あ、すいません、ありがとうございます。さっきも行ったとこなんで、あ、そうなんですね。次がまだ機会はあるんですが、はい、チャンスはある。次が9時50分ですね。9時50分にここに来るってことですか。にここを出るんで、もうちょっと早めに帰ってきますよ。ありがとうございます。35分ぐらいにこの辺りに来て構えておきます。そうだね。それは取ったりしても大丈夫ですか。いや、全然走ってるもんなんで。嬉しい。もうこれで我々真ん中は開くこと確定、開くこと確定ですね、はい、社会費をゲットした。だからよっぽどの邪魔が入らなければ、はい、あ、あ、あ、ちょっと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 、うんこ漏れる。え、うんこ漏れる。漏れ、でもそれ以上に、じゃあ触んないで、重要な情報、触んない、触んないで、マジで触んないで、マジで。あ、これはマジのやつだ。車、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 やだ、はい、やばい、せっかくの情報本当のマジ のうんこで上書きされちゃいました。みかんの情報がうんこで上書きされて、なんてこった、切ないね。あんな顔でやったら、こんなことになっちゃう。今ちょっとトイレ休憩を挟んだんですけども、はい、有力な情報を掴んだんですよね。あのすごい有力な情報を掴みました、ゆうさん、はい、本当に聞いてください。本当に、ちょっと本当にギャグ抜きで、本当すごい情報だから言うよ、びっくりしないって聞いてね。うん、駅員さんに聞いたら、うん、教えてくれた。え、マジで？道後温泉駅に来るってこと？夜何時？
9時44分今何時？行って行って。あと20何分後に。だから、あの正直ね、お前がうんこしなければ宿に予約してチェックインしてチェックアウトしてこっち来いと思ってた。チェックインしてチェックアウトしてからこっち来いと思ってた。おかしい、止まってないこと。もう時間も時間だから待ってた方がいい、ね、うん、じゃあ足湯でもして待ってますか。足湯暑いよ。暑いんだ。あったけマジで。さあ我々は今足湯中です。今日みかん電車がさ、見つかるかどうかめちゃくちゃ重要だったから、うん、見つかりそうでよかったわ。あれ、あ、動いてる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 。ちょっと待って、ちょっと待って、動いてる。あ、カラクリが人が、人が出てきてる。おお、マジ？全体が上がってる。すっげえんだけど。そう、あ、温泉が出てきた。温泉、温泉と愉快なおじさんがいっぱい出てきた。タタン、できる？タタン。そして出てきたのが、あそこも、あそこもおかみさん、坊ちゃんじゃない？坊ちゃんか。おい、あ、横出てきた。あ、いいじゃない人力車。永遠なのこれ。長ない？結構、結構長い。これまた下がっていくときはあんなに賑やかだったのに。寂しくなってんじゃないよ。あ、下がってった、下がってった、すごい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 、下がってった、あんな中で怒られて大丈夫かな。また上の島じゃない？で、また時計になるわ。あ、上も、あ、上も伸びてたんだ。結構普通にちゃんとしてすごいな。あれ？ボーナスタイム？ボーナスタイムだ。ボーナスタイム？秀湯と広と文楽の町、松山へようこそいらっしゃいました。さあ、カラクリ時計も見ることができました。こちらが道後温泉駅。まもなくみかん電車が入線してくるんじゃないかという情報をつかんだ我々はこの駅にやってきたわけです。あと来た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 、あっち取って、あっち取って。雑巾がけが遅すぎる達也、塩パンが好きすぎるケンジ、うんちがしたすぎるユウヤ、ついにリミットの時間が迫る。果たして彼らは無事ビンゴすることができるのであろうか。次回、ちょっとごめん、ペイペイは使える？絶対に見てくれよな。ちょっとぐちょごめん、ペイペイは使える？こんにちは、めっちゃ恥ずかしい。8月の26、27で我々舞台公演をやりますので、8月の金曜と土曜日ですね。そちらのチケットが今発売中なので、よかったらね、ぜひ買って、8月の26と27絶対に見に来てね。あとですね、8月の2日から生放送で、何の旅をやるか分かんないですけど、旅をやります。で旅やるから、まあ、どのくらい長くやるか分かんないんで、8月の予定は全部開けといてね。はい、彼女との予定は全部キャンセルだよ。責任持てない。一緒に生配信見てくれればいいじゃん。そうそうそう、いや、そんな既得な。7月と8月は全部俺たちに予定ちょうだいね。それでは明日も見てね。またね。速報です。本日19時よりなんと劇団スカッシュ今年の夏グッズ発売開始でーす。今日だよ、今日だよ。たった今発売開始されております。これ以外にもいろいろなね、バージョンがありますので、詳細欄にお店のリンク貼ったので、ぜひゲットして楽しんでください。よろしくでーす。8月2日の旅はこういうの着ていくつもりだよ。マリカさん、どうしました？スマホがない。いや、あの、ここの方全員本当に書いてました。全員本当に書いたから。な、書いた？ないですよ、どうしたの？どうしたんですか？
まだいるんじゃない誰か。靴が1個だけある。あった